三関係、抗うつ薬の一種である。主に抗うつ用途として処方されるケースが多いが、神経痛や薬物乱用頭痛の緩和それに伴う頭痛薬の弾薬などを目的に処方されるケースもある。作用基準としては、脳内においてノルアドレナリン及びセロトニンの再取り込みを抑制し、シナプス領域のモノアミンが増量する。日本での先発品名は、トリプタノール。 ラントロン、急症ノーマルンである。副作用では、添付文書などにおいて、自殺リスクの増加の恐れについての注意がある。原薬は徐々に行う必要がある。抗コリン作用が強く、抗括、便秘、めまい、眠気、排尿障害、などの三関係抗うつ薬にありがちな副作用が強く、現れやすい。世界保健機関の筆水薬品の一覧に、 収録されている。水、エタノール、酢酸に溶けやすく、ジエチルエーテルに溶けにくい。苦く麻痺性がある。日本での適用は以下である。抹消性神経障害性頭痛への適用は、2015年7月に、高知申請により追加された。2009年9月16日、社会保険診療報酬支払い基金より、 慢性疼痛におけるうつ病、うつ状態に対して処方した場合、審査上を認める通知が行われた。うつ病、不安障害、PTSD などのほか、注意欠陥、多動性障害、接触障害、双極性障害、不眠症、過敏性腸症候群などに用いられる。獣医学領域では、犬の分離不安症の治療に使用される。 風の大鬱病ガイドラインで選択肢の一つとされるが、第一選択肢は、スリとされ、心理療法を併用すべきであり、高齢者、心血肝疾患者には可能であれば、処方を避けるとしている。PTSD へのガイドラインでは選択肢の一つとされるが、第一選択肢ではあってはならず、エビデンスは限定されたものであるとされる。神経痛へのガイドラインにて、 アミトリプチリンは、デュロキセチン、ガバペンチン、プレガバリンと並んで選択肢の一つとされている。日本の慢性頭痛の診療ガイドラインでは、アミトリプチンへの言及はない。有効性2004年のアメリカ家庭医学会誌における慢性頭痛の治療においては、アミトリプチリンは予防治療法の選択肢の一つである。 ランダム化比較試験において、有痛性糖尿病性神経障害に対し、アミトリプチリン、デュロキセチン及びプレガバリンの3者は同等の効果が見られたという報告がある。薬物治療の終了は徐々に、減薬を行う必要があり、少なくとも4週間をかけて行う。日本の添付文書でも、吐き気、頭痛、倦怠感、情動不安、 睡眠障害などの離脱症状が現れることがあり、徐々に減量する旨が記載されている。抗コ,コリン作用が強く、狡猾、便秘、めまい、眠気、排尿障害、などの三関係抗うつ薬にありがちな副作用が強く、現れやすい。他、心原性不正無薬、自傷行為リスクなどが報告されている。日本の添付文書では、使用上の注意において、 自殺燃料や自殺機と攻撃性、衝動性のリスクが増加することがあるという旨が記載されている。アメリカにおける医薬品のラベルでも警告枠にて24歳以下の自殺リスクについて記載されている。三関係抗うつ薬であるアミトリプチリンはノルアドレナリン輸送体やセロトニン輸送体を阻害することで作用を発揮すると考えられている。 抗うつ作用に関する詳細な作用基準は明らかにされていないが脳内におけるノルアドレナリン及びセロトニン再取り込みを抑制する結果シナプス領域にこれらモノアミン量が増量することにより抗うつ作用を示すと考えられているアミトリプチリンはラット脳においてノルアドレナリンの再取り込み及びマウス脳切片でのセロトニンの再取り込みを抑制する ことが確認されている。また、レセルピン及びテトラベナジンに対する拮抗作用があり、アミトリプチリンはマウスにおいて、レセルピンによる体温効果、及びテトラベナジンによる鎮静作用を抑制する。加えて、マスイーヌにおけるノルアドレナリンの昇圧反応をアミトリプチリンは増強する。トリプタノール25日本では、アミトリプチリンは、 塩酸塩として販売され 10mg 上と 25mg 上とがある。選発品の商品名は以下である。トリプタノールについては、後発医薬品が発売されている。ラントロンとノーマルンについては、トリプタノールとは一部成分が異なることから、選発薬の扱いとされ、特許期限内にあるため後発品は発売されていない。ありがとうございます。